本紹介ツイート、どっちがバズらせられるかバトル。イエーイ、いいね、対決企画。はい、来ました。いいじゃない。あんまりやってこなかったね。対決企画はあんまりしてないですね。やってきてないね。サンジョルディの日、うん、あ、でも対決はしてないな。ビブリオバトル対決したよな。そうですね。でもあれも別に勝敗決めてないですけど、まあ、今回はね、明確に決まります。バキバキにバトルしましょう。やりましょう、はい、一応ちょっと経緯を説明するとですね、はいはい、最近僕個人のツイッターアカウント持ってるんですけど、うん、水野アットゆる言語学ラジオ、ね、あ、そうですそうです。その中でですね、なんかちょいちょいその拡散される、うん、いわゆるバズるということがありまして、それがその本の紹介なんですよ ね、 そうだね。すっかりね、今年の新書大賞決まったわっていう文章が水野構文として一躍有名になりましたね。あれは言語の本質でしたし、うん、あと最近だと、あの、なぜ働いてると本が読めなくなるのかっていう本とかも紹介したツイート、はいはい、出版社の人が新聞広告とかポップとかにね、使ってくださったりみたいなことがあって、うん、っていうので僕ちょっとね、最近思ったんですよ、うん、知見溜まってきたなと。お、本紹介でバズるための知見が俺にはあると。あ、そういうことです、ね、あるってか溜まってきたって言いました、ね、俺には知見があると。偉そうに。あ、だから今日は告知会ですかね。バズらせるなら俺に聞け、コンサルを始めるから。違う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 、1人100万円納めてくださいっていうことですかね。違いますかね。違います。でもなんか本紹介してバズってるツイートもよくタイムラインに流れてくるので、うん、なんとなくこういう風に書くと、はいはい、興味を持つ人が多そうだってことが分かってきたんですけど。いい、ね、それ俺もあるよ。だからこそ僕思ったんですよ、うん、これも堀本さん俺超えたのではっていう、やっぱり。おいおい、聞き捨てならねえな。おいおいおい、まあ、ちなみに言うとね、はい、僕も結構本ツイートでバズったことあって、はい、僕が紹介した本が Amazon 経由で結構5000冊売れたみたいな。あ、すごい量売れてることが結構ありましてですね、うん、なんか多分水野さんも僕も結構ツイートした本がいっぱい売れたって経験あると思うんですよ、はいはい、でもなぜか水野さんにはやたらと帯を書いてくださいっていうオファーがいっぱい来てて、僕には一件も来てないです、はい、なんでこれ、なんで納得いかないんだけど。納得いかないですか。全然納得いかないです。確かに僕ゆる言語学ラジオ経由でもポップに使ってもらったりとかね、うん、めちゃくちゃいっぱい来てるよね。物価とは何かも僕使ってもらったし、ね、なんか水野さん5冊ぐらい本の帯書いてるよね。ピダハンもポップに使ってもらったし、ね、村ぶりかやってたよね。俺も使ってもらいましたね。堀本さんどうですか。ゼロ完全なゼロです。まあやっぱちょっとあのブランディングってのがあるんですよね。いや、あのね、そうなのよ。俺ね、思ったの、本売る力は別に俺そんなに水野さんに負けてる気もしないんだけど、はい、好感度で負けてるなって根本的なことに気づいてしまいました。はいはいはい、そうですよね、うん、まあ、ただ今回はですね、うん、本をいくら売ったかは関係ないです。あ、もうそこは絞らないと。はい、それはですね、うん、勝負に関係ない、あのバズるかどうか。なるほど。今回は、うん、インプレッション数に勝負を絞ります。インプレッションというと、みんなのタイムラインに表示された回数の総合計ですね。そうです。なのでリポストとか、うん、いいね、うん、は関係なしで、はいはいはい、どんだけインプレッションを得たか。いいね。というところに、シンプルな勝負ですね。シンプルです。はい、まあ、これもやらしいんですけれども、うん、バズりやすそうな紹介したい本。あ、いいね、下世話。はい、持ってきてもらいまして、ゆる言語学ラジオの下世話さってね、下ネタとかばっかりかと思いきやね、はい、バズろうって方向からも下世話な企画出せるんですね。今まで距離置いてましたけれども、ね、やってなかったの今まで ね、バズってなもん。よし、やろう今日は。バズりに行こう。俺は好きだぞそういう姿勢。はい。ということで、うん、お互いが全力で文面を考えて、はいはいはい、同時刻にそれを投稿します。素晴らしい。いいね。はい。でその日は解散して、うん、まあ翌月の収録日とかに蓋を開けてみて。うん、どっちがインプレッションを稼げたかっていうのを確認し、うん、勝敗を決めると。いいじゃない。はい、罰ゲームもちろんあります。罰ゲームあんすか。敗者にはね、うん、そんなその主張する権利とかないですから、やっぱりまあね、バズりますって言ってバズらなかったわけだからね。そうですよ。で本当はね、負けた方が、うん、ツイッターのプロフィールにあのバズるのが下手ですとか書かせようかとも思ったんですけれども、ちょっと生産性がないので。そうだね、悲しいだけですね。はい、今回はですね、うん、勝った方は、うん、負けた方にですね、うん、読みたいと思っていたんだけれどもめんどくさくて読んでない本を指定し、うん、相方に読ませようやくと面白かった箇所を聞くという。あ、いい、それめちゃくちゃいいわ。時間を奪うという権利が発生します。素晴らしい。俺ちょうど自殺論この間読んだからさ、ディルケームの、ディルケームの、はい、社会学の二大始まりの名著、はい、中高文庫だな、はい、いいっすいいっす、レーベル言わなくていいっす。え、どうでもいいっす。インペーション増えたみたいな。増えてない増えてない、減りました自殺論読んだからさ、はい、もう一冊社会学の名著プロリン、はいはい、ベーバーね、プロテスタン、岩波文庫もうやりづらいわこいつ
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神、はい、あれも読まないといけないなと思いつつめんどくせえなって思ってて、はいはい、俺今半分だけの状態だから、はい、これを水野さんに読ませたりとかしたいっすね。プロリン、プロリン、ね、めんどくさいんだよね、あれね。歴史が弱いし宗教も弱いし、歴史と宗教の知見も必要だしさ、長いしさ、はい、ちょっとぜひ、あ、ぜひ読ませたい、ね、その長さで行くなら覚悟しといてくださいね。これぐらいの骨太さ、そのぐらいの長さね。怖え、オッケーオッケー。ちなみにインターネット芸人歴これでどれぐらいですか、はいはい、堀本さん。僕はもうかれこれ11年ぐらいですかね。大ベテラン。子さんの。いやそうなのよ、もう10年これやっちゃったら肩気には戻れねえんだ。俺も足洗うタイミング逃したんだ。そうですよね、一生やってくからインターネット芸人。やっぱりこの企画打診された時とか堀本さん心中どうでした。燃えますねやっぱね。あ、もうどんだけ自分のフィールドですもんね。そう、どんだけ俺ツイッターと向き合ってきたと思ってんねんっていう。え、逆にその例えば僕のその、うん、ツイートとか、うん、ツイッターの使い方とか見ていると稚拙ですか。あーでもね、水野さん結構友達の言説をさ引用ツイートとかしてるじゃん、はいはいはい、バリューブックスの飯田さんとかを見て、はいはい、おい何やってんだお前みたいな、はい、あれ芸能芸ですね。あ、ゲノゲ。あれはゲノゲですね。ははは。友達とのコミュニケーションツールとして使ってるでしょ。え、ツイッターって仲いい人と絡んでさ、うん、監修者の先生とかさ、うん、友達とかにさ、うん、いいなあそことか言って、言うようなのがツイッターの使い方。いや、違いますよ。いかにインターネットで露出を増やして、自分のコンテンツに誘客してお金につなげるかのツールですから。え、SNS って。営業ツールなんですか、ね、営業ツールですよ、あれは。え、そう。遊びでやってんじゃないんだから、ツイッターは。え、真面目にやらないと。好きでやってるんじゃないですか。違う違う違う、あれもめんどくせえなーっていつも思いながら、俺イライラしながらツイートしますいつも。いやだなーって思いながらね。だから友達との絡みを引用でツイートなんか上げようものなら、うん、あ、こいつなんか自分の話でだるいなってフォロワーに思われるから、フォロワー減るから良くないっすよね、はい、ああいうのは、ね、正解は自分のコンテンツに誘客する人数を最大化するようにちゃんと練られた文面を投稿しないといけないですね。え、ツイートって遂行します？するする、結構する。あ、そうなんだ。うん、ちゃんとバズりに行くときはこれを見てくれっていうときはちゃんとするかな。へえ、ちょっと僕気になっていたのが、はいはい、このツイートバズるやろって思った、うん、自分にとっての手応えのあるものが、はいはい、そうでもないことあるんですね。ある、めっちゃある。で、逆に俺これは別にもう手癖でつぶやいたなみたいなものがすごいバズることもあるわけですよ、はいはいはい、なんか具体的に言うと言語の本質の紹介はやりに行きました、うんうん、わりかし あのね、はい、めちゃくちゃバズったやつね。今年の新書大賞決まったわね。ただあそこね、嘘は実際書いてないんですけど、うんうん、構成は練ったと、はいはいはい、ただなぜ働いてると本が読めなくなるのか、うん、に関しては普通に刊行日に本をもらったから、はいはい、単にゲラを読んだ感想を全く遂行せずに書いただけなんですよ、うん、はいはいはい、それが結構伸びてる。1万リツイートとかされてたんじゃない。あ、リツイートはね4196ですね。あ、そんな多くない。 2.4 万いいねだね、はいはい、あ、いいねですか。いいねが2万、うん、はいはいはい。でもこれもねだいぶ伸びたね、本の紹介の割に。そうなんですよね、うん、それそんなに別に切り口とかも作ってなくて、思ったこと書いたって感じですね。思ったこと書いたっていう感じですね。さすが才能ですね。思ったこと書いたらバズっちゃったんですよのやつね。え、何ですよ。いや、よくあるじゃん、そのいや私アイドルデビューとかする気なかったんですけど、なんか友達に勧められて気づいたらこうなったんですよみたいな、はいはい、私本の感想ただつぶやいただけなんですけど、なんかバズっちゃったんですよっていうイキリね、そういうやつね。イキリ、これインターネット芸人がねだんだん売れてくるとそういうイキリやり始めますよね。え、バズる気とか全然ないんだけどなんかバズっちゃうんだよねみたいなね、よくあるやつ。よくあるやつ。嫌な感じ。嫌な感じ。こいつこういうこと言ってるから書評の依頼来ないのかな。来ないですよ。帯書いてくれとか言ってほしいんですけどね。はい、っていうので僕ちょっと聞いてみたかったのが、うん、これバズりそうだと思ってつぶやいて、うん、打率何割ぐらいですか。でも体感は6割ぐらいある気するぞ。あ、そう。これバズりそうだと思って練り上げたもの。うん。半分は当たってんじゃない、多分。あ、そうなんだ。うん。逆にこれバズらんやろうなと思ったけどバズったわ。あ、それめっちゃある、めっちゃある。あ、これめっちゃあるんだ。それめっちゃある。はあ。日常ツイートとか全部そうっすね。あの、バズらせようと思って書いてないから。はいはい。受けるかなって思って軽い気持ちで書いたらなんか伸びまくってしまって炎上したとかよくありますね。よくありますね。ありましたね。僕記憶に新しいものが一気にありますけど、友達の結婚式に行ったみたいなやつ。あれすごかったんだよな。軽い気持ちで結婚式帰りに酔っ払ってツイートしたらもうめちゃくちゃ拡散されてめちゃくちゃ怒られたね、あれね。ほとんどしかもあれ持ってないんでしょ。持ってない。起きたことを書いたらめちゃくちゃ怒られた、ね、最悪だなもう。でもじゃあ水野さん普段全然遂行とかしない
してないですね。僕めっちゃ誤字してますもん、ツイッター。あ、でもそうだよね。で見る見る。スレッドで間違えた字、うん、いつも直してるんで。やってるね。しょっちゅうやってるね。全然勢いで。ただ編集者でそれ大丈夫か？ブランド毀損にならんか？だって、え、編集者？あれ？僕ゆる言語学ラジオの水野です。いや無理よその言い訳は、はい。もう編集者ってことを明かしてるから。大手出版社の編集者でしょ。違う違う、ツイッターから金もらったら成功しますけど、職業としてやってるんで、そんな、むしろ誤字まみれで出すことこそが僕のプロフェッショナルですよ。いいね、出来上がってきたね、インターネット芸人として。金もらってないと遂行なんてやってられねえって言い出したら始まりです。インターネット芸人の始まり。マジっすか、やばい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 。やだやだやだ。俺さ、最近こち亀読み返してるんだけどさ、はい、こち亀読んでたら、子供の頃なんとも思わなかったりょうさんの動きが、もうあまりに折れすぎて、泣けてきて、はいはい、パーティーみたいなところに出てさ、はい、余興でほにゃららやるからお前も出てくれって言われた時にりょうさんが、でも私それ別に興味ないですからって言ったら、ギャラが10万だ、やりましょう、昔からそれ好きだったんですってスムーズに行くとこがさ、はい、あ、俺やいや、そういう目で読むやついないからギャーだから、りょうさんにも自分を重ね合わせすぎてしまってやばいんですよね。はははだから水野さんもそれになりつつありますよね。いや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 、金をあげるよって言われたら、あ、じゃあ遂行します。でも金もらったら遂行しますよ、もちろん。舐めるように見ますけど、めちゃくちゃ一緒じゃねえか。でもそうですね、だから割とそのツイッターのやる目的はゆる言語学ラジオの最新回の更新をつぶやくことと、うん、まあそうだよね、人から頂戴した拳本とかをつぶやくことと、うん、はいはい、どうしても面白かった本を勢いで投稿する場所っていうね。あ、いいっていうぐらい、いい使い方だね。でもね、あとあれか、僕あの国語辞典通読メモつけてますね、をツイッターでつぶやいているんですけど、これねバズんないの全然。なんでしょうよ、興味ないもん。なんで国語辞典通読メモは読みたくないですからね。別にそうなんですか、みんな読みたいと思ってないですね。そうなんで、全体的になんかバズに特化させようと思ったらもっとやりようあると思うんですけど、そうだね、そもそもの目的としてあんまりそれをこう目標にしてないので、うんうん、最近ちょっとそういう色気が出てきたっていう感じですけど、なるほどね、従来は全然意識してなかったですね。はいはいはい、絶対にバズるツイッター術みたいなの教えましょうか。え、1ヶ月5万円でコンサルしましょうか。1個目のその触りの部分だけください。やっぱツイートする時間が大事だから、はいはい、はい、あの我々ビジネス層にリーチしている層としては、はい、サラリーマンの通勤時間を狙ってツイートするといいですね。朝8時と夕方5時とね、そのあたりをツイートするともみんな見てくれるから、インプレッションが伸びやすいです。ごめんなさい、僕、普段のその運用としてですね、うん、まずやる気がないときは全くつぶやかず、はいはい、ゆる言語学ラジオが更新があるときだけなんですけど、うん、これもまたね、ちょっと言うと印象悪くなるかもしれないですけど、うん、あの書籍の発売など、あのパブリシティ効果が大きいときのみ、ツイッターのタイムラインに僕、現れるんですね。自重の、自重のというか、自分が関わった本の宣伝をしようっていうモチベーションがあるときだけ、だってバズったらね。どう営業動線だから。なるほど、バズったので宣伝しますができるんだ。てかバズったので宣伝しますありき以外でツイートしたいことなんて一つもないから。別に一緒じゃんお前も。俺と同じじゃん。違う違う違う、誘客を最大化するためのツールだと思ってんじゃん。違います違います、全く同じだったよ。全く違います、全く違います。同じだと思うけどな。ねえ、そうだからそういう時期は昼と夜につぶやいてたんです。はいはい、昼はなんか告知ごとみたいな、うん、で夜は雑学とかつぶやいてたんですけど、はいはい、それもでも僕なんか8時とか9時とかにつぶやいちゃってました、うん、ああ全然ダメですね。全然ダメ。やっぱねビジネス情報はねビジネスマンに一番刺さりますから、はいはい、ビジネスパーソンが移動してる時間ここを狙った方がいいですね。そうなんだ。参考になるな。嘘つけ。ヘラヘラしとるやないか。いやいやいや、でもねマジで知らなかった。あ、でもこういうこと言いますよ。あ、本当に、うん、これ全然知らない。あ、でもやっぱ水野さんと僕全然界隈が違うんだね。こんなんもうあの基本中の基本というか死ぬほど見ますよ。ツイッター攻略教材みたいなやつ の、はい、あの鉄の掟5みたいなやつ見ると絶対書いてある。移動時間につぶや、あのそうそうそう、移動してる時につぶやきなさい。ビジネスパーソンが一番移動しててスマホを見てる時間を狙いなさいみたいなね、小手先のテクニック書いてありますね。じゃあ僕のその過去のツイートとか堀本さんが見て時間帯見ただけで素人だなって、うん。いや、あの真面目な話をすると別に俺らそんなビジネスパーソンに指しに行ってないから。あ、そっかそっか、そんなに関係ない気はしますけどね。でもじゃあつぶやくときにまず指したい層から逆算してその人たちがスマホ見て、それ基本中の基本ですよ。ウェブマーケティングの基本よ。基本なんだこれ。おーすごいな、やっぱ全然違う常識が、そんなん当たり前ですよ。だから YouTuber は8月になると露骨に動画投稿が増えるっていうのが知られていて、子供が夏休み、子供が夏休みだから視聴時間無限に取れるから広告費書き入れ時だから子供の余暇の時間を全て回収しなきゃいけないから。ってことは僕らも夏休みあたりにつぶやくと本紹介だからそうっすね、小学生に刺さんなそうだね俺らの好きな本。そう思うとじゃあこの本紹介ポストって、うん、
例えば時期で言うといつぐらいとか、曜日でとか時間帯で言うとどれぐらい、基本は平日夜だよね。はは、仕事が終わった後、そう、仕事終わってみんな家でリラックスタイムはやっぱスマホ見がちだから、だから平日の8時とか、8時とかかな、はあ、が一番いいんじゃないですか。土日じゃないの、俺土日の方がみんなスマホ見れるのかな。これね、永遠の論争なんだけど、はいはい、土日は薄くずっとなのよ。はははつまりこの時間帯に一斉に人がいるっていう時間がないから、土日は。ああ、なるほど、お出かけしちゃうからみんな。そう考えてんだ。そう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 、だからずっとと誰かがいるんだけど、このボリュームゾーンだみたいな時間帯がないから、土日は瞬間風速出すのはむずいんですよ。へー、え、面白。だから平日夜よ、バズは基本で、そこに面で当てて、うん、そこで一気に撮るっていうことね。そう、初日にめちゃくちゃ動くっていうのを狙 う。知らなかったか。まあ土曜の昼とかいいよね。はは、土曜の昼とかも長く見られる可能性あるから、はいはい、そっから日曜の夜まで、うんうんうん、だからまあその辺を狙うとかもありじゃないですか。へえ、いやちょっとマジで勉強になってるこうやってやるんや、ね、ツイッター運用。そうか、やっぱ水野さん全然出身が俺と違うから。僕も手探りだったんで、常識中の常識ですよ。その担当書籍のね、一応 X のアカウントを作ったんですけど、うん、はいはい、それとかももうマジ手探りなので、うん、何しているか全然分かんない状態から模索したって感じでしたね。でもね、僕めちゃくちゃ好きなのが、こういう小手先を全部吹き飛ばすプロオゴラレアのノートがあって、はい、インフルエンサーになるためのたった一つの方法みたいなノートがあるんですよ。おー、興味深い。で、おー、たった一つでいいんだと思って開いたら、すげえ面白いことを言えって書いてあって俺真理だなと思って。あんたしかできんよ関係ないのよ、小手先の技術。すげえ面白いこと言ってたら。そうだよね、うん、バズるからね。だからね、それが一番本質的なノウハウだなっていうのは思ってますね。なんかでもね、その本紹介ポスト、僕もこの企画をやるにあたって浮上してきたものとかをこう保存して、うん、はいはい、いろいろと累計立てたりとかしたんですけど、うん、やっぱその面白い以上のことをしないといけないなとは思っていて。あ、それはそうかも。そう、ツイッターで人が拡散したくなるための動線を引かないと。あ、いいね。面白かったよっていうだけだと意味がないので。マーケティングじゃないですかそれ。はい、っていうのは考えて今回まあ本も選んだし、うん、ツイート文面も作った、うん、僕も全く同じこと思いました。面白いだけじゃなくて、うん、バズる要素入れようと思って頑張ってモリモリにして持ってきました。あ、モリモリにしたんだ。モリモリにしましたよ。僕一点突破しちゃいました。あ、本当、俺4つぐらい仕込んだ、はい、やばい、もう気がしない。バズりそうな要素を勝てる気がしない。嘘だろ。仕込みました、仕込みました。マジ？もちろんもちろん。じゃあここらで我々がなんとなく作ってきたツイート文面、はい、お互い見ていきましょうか。そうですね。でちょっとこれ候補の段階なので、うん、ここからさらに遂行する可能性はあるんですけれども、はいはい、現段階で考えているツイートの候補はこちらです。はい。あ、すごいシンプルだ。文章でとんでもないことを主張している本が出てる。論理的な構成、合理的な行動は社会によって作られ4タイプの文化差があるという。そんなわけなくねと思って読んでみると、ガチガチの学術書のはずなのにページが進む進む。非合理的、非論理的な人に腹立ってる人は絶対に読んでほしい。はい、はぁ、とのことで、今回僕が紹介したい本はこの論理的思考の文化的基盤。うわ、難しそうっていうですね。ちょっとね、難しそう。選んだと思ったのはね、これ4500円するっていう。高え。ただね、バズった方がいいんだから。まあ、ね、まあ本の売り上げ関係ないからね。価格は関係ないってなった時に、うん、まあハードカバー300ページ弱の、うん、まあいわゆる学術書なんですけど、はあはあ、難しそうだよ。論理的思考の文化的基盤。敵2回出てきちゃってるよ。敵は1冊に1回までで並びませんでした。あ、だったら この渡辺先生もう1個著作あるんで、そっちから当たった方がいいかもしれない。はは、論理的思考の社会的構築っていう。あ、で同じです、同じです。論理的思考の社会的構築2回言っちゃってます。ああ、敵2回出てきちゃってます。そうなんですか。え、そういう人なんですかこの渡辺先生は。違う違う、 敵2回芸人。ゲー、おい失礼か、一緒にすんな。そこで言うから帯の依頼が来ないんだよ。本当だよ。あの、ね、そんなことないですね。素晴らしい本なんでしょうね、はい、ということで、ちょっと僕の意図としてはですね、はは、この本紹介してバズる時の一つの要素としては、うん、人の感情を刺激すること、ね、あ、いいじゃん。そうだね、もうバズはそれですよね。で、まずはそれみたいに言っちゃったバズはそれですよね。で、僕が仕込んだのは最後の一言ですね、うん、なので非合理的とか、はいはい、非論理的っていうのに腹立ってる人に対して当てに行くっていうことで、特に世の中最近その合理性とか論理性みたいなのって要求される場面が増えているので、はいはいはい、まあ、それをまあ実際にこれは相対化できる本なんですけど、うん、ちょっとこの本の紹介自体はこの本あまりにも面白かったので別立てでやろうと思うんで、はいはい、今日はあんまり紹介しないんですけど。そんな面白いんだねこの本ね。そう、硬そうなのに、まあ、とにかくそういうマウントを取ってくるやつとか、はいはいはい、あるいは自分が合理的でない人に腹立ってるっていう人って一定数、てかどちらかに分かれると思うので。そうですね、いずれいっぱいいるよね、はい、論理が通じねえわあいつっつって。
って、そうそうそう、頭悪いなイライラみたいな人いっぱいいそうですね。はい、っていうことでこういう人たちに対して拡散したいと思わせるような仕掛けを入れつつ、まあ、単純にこの本が面白かったということと、要約2行目には要約を入れているという、なるほど、ね、こういう構成ですね。はあ、はい、何点、100点満点中何点ですか。いや52点。お、やばいやばいこれはまずい。52点じゃないですかこれ。なるほど。え、そうか、もっと全然いけそうだけどね、その題材なら。あ、そうなんだ。え、ごめんなさい、じゃあちょっと最悪の夏井月先生バズツイート夏井月先生最悪のえ、これ全然いけそうじゃん。てかね、あの、いや、パッと見て思ったのは、パッと見て難しいなと思って。あ、そう、主張がパッと見て難しいなっていう、だからこの論理的な構成とか合理的な行動が社会によって作られるっていうことと、そう、作られ4タイプの文化差があるというが、多分一発でピンとこない、なるほど、気がするから、なるほど、もっとシンプルに、だからこれもっと言っちゃっていいんじゃない、うん、実は論理なんてなかったみたいなあ、そのパターンじゃない、これもっと言っちゃうか。なるほどね、てかだから皆さん落ち着いて聞いてください、丸、実は論理なんてないんですあるわ、皆さん落ち着いて聞いてください、あるわ実は論理なんてないんですから始まったらめっちゃバズりそうな気するけどね。そうか、モリモリすぎるこれ。そう、これなんかちゃんと喋りすぎてて難しいなっていう、そのパッと見てパースできないじゃん、意味が。なるほど、何が言いたいんだろうっていうのがパッと見て分かんない気がするなと思ったんで、はいはい、なんかそこ直せそう。あ、なんか間違えてる、間違え、対決なのになんか遂行しちゃってる、やばい、取り入れよう、これはしっかり取り入れよう、まあ、っていうのを思いましたね、なんか、はいはい、いや、堀本さんでさえ一瞬読んで何を言いたいのか分かんないんだったらよっぽど多分ダメだと思うんで、これはちょっともう少し、うん、パッと見むずいな、情報量減らしましょうかね。じゃあそうだね、パッと見簡単にするっていうのがやっぱ一つ要素かなっていうのは僕思ったんで、うん、はいはい、僕はそうしましたよ、パッと見て分かるようにしようっていう。いや俺しまったな、そこまでのマクロな視点で見てなかったっすね、うん、この本の面白さと当てに行きたい層とこの本の要約ってのすべて詰め込んでしまったんで、なるほど、モリモリにした、正しくなんていうんですかね、こう、はいはい、140字以内でそのすべてを達成するみたいなことを考えちゃったんですけど、はいはい、もっと連続ツイートせずに行こうと思ってた。あ、これ連続ツイートして OK？ あ、していいんじゃないの。あ、俺していいと思ってた。じゃあだったらちょっともうちょっといじりますわ。はいはいはい、はい、ああ、そうね、それレギュレーション決めようか、何個まで OK みたいな。はいはい、僕はもう連続ツイートする気満々でした。何個ぐらいまで OK にします。どうしよっか、なんか僕本気出すなら5つだなと思って。え、その5つってのはなんか根拠があるんですか。5ツイート、そう。へえ、あ、それもあんの。1ツイート1トピックの原則があるから、やっぱ。え、何1ツイート1トピックの原則があるから分割しないと一国一条そんなあるんですか。一国一条のあるじみたいなやつがあるんですよ、1ツイート1トピックの原則で。あ、じゃあ僕のやつこれ守ってないですよね、全然。そう、それもなんかモリモリだなと思って、そこも気になりましたね。はあ、いはい、1ツイート1トピックまでなんだ、の方が分かりやすいよね。まあそれはそうだね、1個のもので1個の主張の方が分かりやすいから。え、ってことは俺のやつ、うん、とんでもないことを主張してる本が出ているっていう1トピックだけで例えば突き抜けるべきとか、そういうことだよね。そうっす。てかその具体的な主張、とんでもない主張1個がすげえぞっていうのだけで突き抜けるべき。はあ、うん。この主張やばすぎないっていう。わあ、これ勉強なんだ。なんかやばいな。なんか講座みたいになってしまってる。いやでもこれはだいぶ生きてきそうですね。そっちの方がバズると思いますよ。堀本さんのやつじゃあちょっと見てみます。そうっすね。僕のやつじゃあこれです。はい。通販サイトとかで送料がバカ高いのを後から知らされるクソ体験あるじゃないですか。悲しいことになっちゃって。笑っちゃってる。途中で笑っちゃったじゃん。こいつ、もうコテコテにやってるな、こいつ。これね、やりきった。うわやりきった。やべえ、絶対負ける、こんなん。うまもう俺、この企画聞いた瞬間にやりに行こうと思ったから。うまこいつ。やりに行った、これ。なんだこいつ。通販サイトとかで送料がバカ高いのを後から知らされるクソ体験あるじゃないですか。悲しいことに合理的な経営者はあれをやっちゃう運命なんです。正直に金額を見せた場合よりも最終確認の画面でいきなり上乗せした場合の方が売上が 21% も増えるというデータがあるからということで、はい、スクショですね。 Kindle のハイライトした、ね、これもねスクショも貼ってあります。バズツイートの鉄板ですよね、これね。そうなのよ、 Kindle のハイライトね。 Kindle のハイライト芸人なんですよ僕。あはははこれまでも Kindle のハイライトでバズり続けてきたから、うんうん、やっぱなんか僕のフォロワーはもうそれに慣れてる気がするな。あーなるほど、ハイライトしたやつが与えられたらもうみんな一応ハイライトのところは読むっていう。そうなんですよね、自分もそうなんですよ。だからネットニュースとかのなんかスクリーンショットに線引いてる人とかもいるじゃないですか、うん、あるね、あるある。なんかあれやられるとやっぱ見ちゃうんですよね。見ちゃうよね。そうだからもうこれはね鉄板なんで、そうしようと思って。ただでさえこれ書籍の中でも太字のとこに俺ハイライトしてるからもう分かった、バキバキに目立たせて
怖いこいつ才能が怖い目立てっつってみんなここだけ読めうわやべえなんか俺素人なのにプロに喧嘩売っちゃったやっぱこれやりに行きたいんですよね僕は。なるほど。いや僕ちょっとなんか画像とかまであまり考えずに文面だけこう荒い叩き台だけ作りましたけど、うん、堀本さんもう仕上げられてますね。決めてきましたねこれはいやでもね俺一個悩みがあってはい、はい、これも書いた後に、うん、あなんか無理にバズらせようとして若干フォーム崩したなっていうのがあってこんなんじゃなかったよなこんなことやらないから運命なんですとか言わないからさそうだ、ね、ちょっとあのバズり文体が違うよね。そうあの俺生まれて初めてバズりたいって強い気持ちで書いたからあこうなるんだってびっくりしたと自分であるじゃないですかとかもね。そうそうそう、あんまり堀本さんとかもあんま言わないんですけど、ね、だからここで共感をグッと得るんでしょ。そうだからね、あの分かったのよこれ。普段僕っぽいツイートしてるんだけど、はい、バズろうって強く思うと怪しいビジネス系アカウントになるあれも必然なんだあの文体。なるほどね。まあ、でもあれ本当に仕上がってますもんね。まあ、そうだね、完成してるよ一つのね。うん、他に意識したことは何があるんですか。まずですね、はい、まあ、あの衝撃の事実言いたい、うん、そうだよねっていうのがやっぱあるから。これ水野さんと一緒か。いや僕のやつはでも具体例じゃないんで。あ、そうだね、そこが結構僕ね、 それも迷ったんですよ。これもポイントなんですよ。多分具体であればあるほどいいんですよ。はあ、ははあ、具体例であればあるほど、あ、私もその経験あるわってなるから。だからこのケースでいうところの通販の時に、そう、送料がバカ高いの後から知らされるクソ体験、はい、これ本の中ではね隠れコストみたいな名前がついてるんだよね。うんうん、でも隠れコストとか言ったら抽象的になっちゃうから、はい、通販で送料がバカ高いだなって言って、あの本の内容改変して書いてますこれは、うん、恐ろしい子なるべく具体に寄せようっていう。恐ろしい子、これポイントですね。見てください僕のやつ、具体化する、具体性1個もないそうなのよ。だからなんかもったいないなと思って、はいはい、面白そうなのにもったいないなっていう感じはありましたね。なるほど、具体的にしないと、メモしよう重要な指摘、回ってるから録画メモする必要ないのよ、記録されてるよ全部入れようと。はい、 OK です。いやなんか僕も候補にした本によっては結構それできるなと思って、うん、はいはい、まあ、例えば他にもいくつかバズりそうな本の候補出したんですよね、うんうん、なんか例えば僕あの事件もののノンフィクションとか題材にしようと思ったこともあって、はいはいはい、家族食いっていう尼崎での連続殺人事件、ね、ありましたね、はいはい、のノンフィクション本とか僕読んだ時に、うん、まあ、事件もののノンフィクションだから、でしかも連続殺人なんで、はいはい、まあ、怖えわけですよ。そうだよね、めっちゃ怖そう。その怖えもそうだし、具体的にどうやって例えば洗脳したのかとか、うんうんうん、どうやって監禁してる人を無力化したのかみたいな、あ、具体的なディティールがすごい、まあ怖いんだけど面白いって、はいはいはい、で読んだ後に僕真っ先に思ったのは実家が心配になったんですよなんかそういうのって具体性あるから、はいはいはい、あのツイートに落とし込みやすいなって思ったんですけど、ね、ちょっと今回僕普段のフォームそれ崩すなと思ったんで、うん、こっちの方にしちゃったんですよね。あとね、アメリカならバズりますね。ははクライムものがやっぱ受けるから、はいはい、アメリカってクライム系のポッドキャスト、そうですね、犯罪とかを扱ったポッドキャストめちゃくちゃ伸びやすいっていうから、トゥルークライムっていう言われるジャンルですよね。でも日本だとね、日本だとそうでもない感じなんですよね、はい、犯罪関連の、うん、犯罪関連のやつ怖いってなっちゃって、はいはい、みんなあんまり拡散しないイメージ。なるほど、あ、なんか伸びづらいイメージですねバズツイートに対しての解像度が違うな、やっぱり全然ジャンルまで考えてんだ、まあ、散々バズろうとしてきましたから僕は。あ、素晴らしい、ね、あともう一個工夫としてあるのが、はい、あのツッコミどころを残す、それね大事だよね。これ大事なんすよ。みんなさ引用リツイートでさ、うん、ちょっとそれに対して反発するっていう形で拡散してくれるからね。そうなのよ、あれがポイントなんですよね。だからツッコミどころ何か一箇所残しておかないと、はい、いやそれこうだろってみんなが言ってくれなくなるから、もう、はい、リプライも引用ツイートも減るからね、もったいないんですよ、はいはい、僕見てくださいちゃんと、はい、合理的な経営者はあれをやっちゃう運命なんですって書いてるんです運命ではないんすうわすげえ練り上げられているだからもうね、僕ありありと見えますよこのツイートに対して、うん、運命ではなくね笑っていうツイートをしてる人が死ぬほどできるから、私は違いますとかね、 そう、そんな不誠実なことしませんみたいなねっていう、そう、だからそのデータから言えることから逸脱しているっていうツッコミがいっぱい来るぞと思って運命って書きました、ね、そんなできるって俺まだできるって、そんな倫理的にそんなことやっぱ怒られに行かないとインターネットは多少怒られないと始まらないんだからで言語の本質の時とかあんまなかったですか、うん、なかったですね、あれはね、ちゃんとやってバズったよね。いやなんかね、なぜ働いてると本が読めなくなるのかはまさにそれで、うん、そのタイトルを見て、うん、いや働いてる人はこの本読めなくねっていう冷笑的なツイートいっぱい来て、ありそう。ただそれはもう僕がつぶえた内容と無関係のところだったし、ね、あとやっぱね、あの本、うん、誰がつぶえてもバズるんですよ。あ、そうなんだ。なぜ働いてると本が読めなくなる
かを読んだとか、うん、書影を写してるだけで、はいはい、みんな一言申したくなるから、いやお前読めとるやないかいみたいな、ね、そうとか、なんか私も読みたいと思うけど働いてるから読めないとか、そんな読者じゃないみたいなこととかを言いたくなるとかね、俺は働いてるけど本読めてますけどみたいな、あそうそう、それもいけるし、月50冊読んでますけどみたいなマウントのやつも現れそうですね。そうだからあの署名すごいな、そう考えると、ね、だからあれバズ本じゃんあれ、そう僕あれ憲法いただきましたっつって、うん、ツイートしてバズったって言ったけど、うん、僕じゃなくても別にあれ多分バズるんですよ、署名がすごいんだあれ、そうはあ。だからみんながそのモヤモヤしてることを的確に言語化しつつかつ何か物申したくなるっていう両方の層が重なった署名だから、うわー、あれはねやば、全然僕そのあの本をなんか俺がバズらしたからなみたいな感覚なくて、はいはいはい、あの本のタイトルの強さに乗っかれただけだなっていう感覚なんですよ ね、 いやさすがですわ三宅加穂さんとその担当編集者、うん、すごいですよね、まあ、だから僕もねツッコミどころ残そうと思って、なるほどね、運命ですとか言ってね、はい、これね昔ね俺ねめっちゃバズった本紹介ツイートがあったのよ、はいはい、昔欠乏の行動経済学っていう本紹介した時のツイートがめっちゃ伸びて、はい、これね3万6千いいね、そうリツイート2万リツイート、えちょっと勝てる気しない、これすごくない、うん、そうだからしかもねリツイート比がすごいのよ、うん、普通さう、ね、うん、3万6千いいねだったらさ、はい、6千リツイートぐらいが普段なんだけど、そうだね、うん、2万リツイートされてるの、何これ、これ何が起きたかっていうとみんな突っ込んでて、うん、人は貧乏だと IQ が下がるという地獄みたいな研究結果が存在するらしいからこのツイート書き出してるから、はい、みんなそれに物申したくなるのね、うん、つまり今お金に困ってる人とかが、えじゃあ俺 IQ 低いの、うんうんうん、ってなって、まあ、怒る人もいれば、はい、衝撃を受ける人もいる、はい、とか貧すれば鈍する、はい、ってだけ引用ツイートしてる人が2000人ぐらいいました。あるよねあるよね、これめちゃくちゃ言いたくなるんですよね、うんうんうん、その言葉あるよっていう、ね、そう 何をお前今見つけたかのように言ってんだって言ってる人もいるし、はい、あとね俺は今お金ないけど賢いから違うってめちゃくちゃ怒ってる人もいて、あなたの話はしてないんですけど僕はなんかめちゃくちゃそのお怒りの方もいらっしゃって、へえ、これで怒る人もいるんだ、その結果ですねこれがね2万リツイートまで伸びたんで、うわなんかさこれやっとけばいいな、これでインプレッション稼げるかこんなやつと俺戦いを挑んでしまったやばい、失うものがないこいつには、確かに俺この言い方では戦えない、かなり嫌な戦い方してますねうわこんなルールの外で戦われてきついないや もちろんこんなん基本ですから、こんな人に怒られるようにするっていうのね、えこれなんか基本ですし、基本もっと言うと俺題材設定もやっぱ選んでて、はい、これ僕が紹介する本ダークパターンっていう本なんですよ。あ、はいはい、ダークパターン、人を欺くデザインの手口と対策、そうですよね、だから、まあ、まさにその送料高いみたいなやつ、あの送料が、そう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 、決済時に急に高いのが現れるみたいな、出てくるみたいな、最初は全く見せてないのに突然出てくるみたいな、ね、あれとかもそうですよね、あの解約しようと思ったけどなんか全然解約させてくれないみたいな、みたいなのもそうですよね、いつまでも質問に答え続けて挙句などに電話しろって言われるみたいな、はいはい、あれダークパターンって言うんですけど、うん、これ身近でさ、はい、みんなイライラしてると思うんですよ、やばいこれやっぱさインターネットってさ人間の負の感情が一番伸びるからさ俺とんでもないやつと YouTube 始めてしまった、負の感情を一番煽りやすい題材を探そうと思って、最悪や、俺やばいやつするんじゃったいやどうしよう、勝てる気がしねえ僕だから候補本もう一冊あって、はい、もう一冊選ぼうと思ってたのは工場で働く人のあるあるを集めたやつ、はい、工場真夏暑くて耐え難いみたいな、はい、地獄のようなあるあるがいっぱい詰まった本紹介しようかなと思って、なるほど、こっちも工場勤務の人の怒りがいっぱいあるだろうなと思って、やっぱり怒りを出そうと思って、待ってこいつ戦い方が全然違う、えいい本、気に入ってる本をバズるように紹介するじゃなかったんですか、いやいやその二度手間ですからね、気に入ってる本の中でバズる要素を一生懸命探すよりは、はい、バズりそうな本を探して僕が気に入った方が早いですからまずバズる要素ですよね。ああそうですか、まず人がイライラしてる要素を探さないと、怒り憎しみ悲しみ、それが集まる場所を探すんです、恐ろしい、そこからバズの始まります、恐ろしい、やべえ、恐ろしい、なんかまずいなこれ、うん、これ見せたくないですねあんまり皆さんに、すごいなお前、まあ、っていうのがあるから、はい、これすっごいさよくバズってんすよそもそも、うん、いつまでもこのサービス解約させてくれないんだけどふざけんなみたいなやつが、ね、結構伸びてるから、スマホ投げたみたいなこと、ね、そうとかね、だからそれを扱う本ありますせ、あなたのイライラ消化する術ここにありますせっていうのを投げ込む意味でもいいなと思って、うんうん、みんながポップで共感しつつ怒りの感情がそこにあるっていうのが一つこの本のポイントだなと思って持ってきました。でそれをだからツリーで1ツイート1トピックで、そうです、紹介するってこと、ちょっとマジで、
だから僕が想定してた連続ツイートちゃんとここにあって、はいはい、1個目が今のやつ、はい、そのハイライト付きでこれやべえデータあるよっていう話から、うん、2つ目は引用元この本です、うん、この本すごいダークパターンの実例とか破壊力を余すところなく描ききっている、うん、で、あの次のツイートも見てほしいからその後に名だたる有名企業がどれだけダークパターンに頼ってきたかの実例も豊富で震えたカッコツリーで紹介しますこれです、うん、これでみんなの下世話な気持ち、あ、見たい、はいはい、有名企業やってる悪いとこ見たいっていう気持ちをジャッキさせ、続きも見させます。うーこれってこのインプレッション数は足し合わせるんですか？あ、これどうしようか、ルール決まってないね。一番上のやつだけで戦う、どっちでもいいけど。そうですね、僕あんまりツリーにぶら下げるような形にこれならん気がすんだよな。じゃあ、まあ後でその辺のレギュレーション調整するとして、はいはい、まあ、とりあえず僕が全力でやるとしたらこうだなってなったのが、やべえな。2つ目がそれで、で3つ目で豊富な実例って言ってですね、これもね、僕が選んできた企業1番目テスラなんですけど、はい、アンチが多いからイーロンマスクアンチがめちゃくちゃいるから、ツイッターにはX にはね、現 X にはやっぱ怖この人。だから3つ目のツイートは冒頭でダークパターンのヤバい実例てんこ盛りびっくりって書いて、うん、はい、1番目に来てるのが4000ドル60万円のアプリをワンタップで購入させ返金に応じないテスラ、これですねこれでもうね、多分 イーロンマスクの悪口の引用ツイートが死ぬほど来るから、はい、これ単体で切り取られてバズる気がしますねあ、もうここだけでも、ここだけでもこの単独ツイートに結構伸びる気がする。テスラ60万円のアプリをワンタップで購入させたのに返金に応じないらしい、そうみたいなこと言うだけでも邪悪すぎるだろみたいな、はい、イーロンがいるところはそうなるんだみたいな、なんかみんな の, あの根も葉もないヘイトが多分いっぱい書かれるんで伸びる気がしますね。地獄やなこいつ俺はさ、ルールありのさ柔道みたいな感じでやってんのにさバーリトゥーですよ目付き金的ありのバーリトゥーです。やそこまでやってなんぼですから やべえとんでもないやつに勝負しかけてしまったとかね、2番目もねこれあるあるなんですよ、はい、宿泊料の他に隠れコストが存在しパッと見の宿泊料より 35% 高くなる Airbnb。 すごいね。これもね Airbnb 使ってる溝さん、使ったことありますよ、はい、なんかめっちゃ高くならん最高。いや覚えてない。あ、本当に。なんかね最近はねマジになったというか、法規制が厳しくなって最近は結構ちゃんとしてるんだけど、多分4年前ぐらいがピークで、うんうん、その時期なんか一泊1万円ですって言うから泊まろうとしたのに、なんやかんやタックスとかサービスフィーとか清掃料とかいろんなもの乗ってなんか1万5000円とかになってた。あー、なるほど。普通に、はい、だからその時期にイライラしたことある人はこれも文句言いたくなると思うんですよねAirbnb はい、はい、これもだから体験してる人が多そうなやつを選んできました。なるほど。この本の実例にはもっと意味のある例がいっぱいあったんですけど、はい、そういうのはバズらないんで一切取り上げてないですみんなが共感しそうなものだけ持ってきました。やばいっていうのをね選んで載せてます。4つ目5つ目のツイートは割とおまけはい、ですね。どうでもいいけども4つ目とかもさりげなく面白い話、うん、あのアンケートの結果、我々望まないサブスクリプションに年間1万円から2万円程度払ってしまっている、はい、イギリスの調査によるとか、うんうん、っていうのを書いた後に改めてこの本ですっていう感じですね。隙がない、いっぱい用意しました。隙がなさすぎるな。バズり要素を詰め合わせました。僕はバズらん方が変だなこれもうこれねバズると思うんですよ多分バズれって思いながらツイートしますねこれは俺でも初めてやった、これバズるのだけを目的にやる、うん、普段はちょっと何か目的があるから、うんうん、何か目的があってついでにバズるといいななんだけど、はい、今回あの目的なしでバズることだけを目的にした。勝つですよね。目的しっていうのは僕に勝つっていうことですよね。っていうことだけを初めて考えてやったらこんな感じになるんだ俺っていう自己発見がありました、ね、へー。いやーこれまたぜひ第2回もやりましょう。ちょっと1回目はもうちょっと勝敗が決まっちゃったようですけどまだわかんないっす。まだわ かんないっすから奇跡的に、ね、1回目やりましょう。4900円の本すごい拡散される可能性ありますよね。あのね俺今何を危惧してるかって、今圧倒的になんか僕の方がバズりそうな空気出てて、みそ、はい、さんが勝ったらやだなえどうする、俺これだけ言ってさやってさ、うん、120リツイートとかで終わってさ、なんかさでもさ僕普段やってて思うのは、うん、自分のそのすごく自分のツイート何でもいいねしてくれるっていう人がいて、うんうん、でバズる外まで届くかった時にさ、うん、中間のところない？あ、あるあるある。なんか一晩開けて4000いいねみたいな、はいはいはい、なんか1万いかなかったみたいな時あるじゃん。そういう時ある。あれとさ、うん、本当にその天井突き抜けるケースの違いもよくわかんないからさ、そうね、あれありえるよ。ね、うん、そっちになる可能性、その可能性もあるね、うんうん、なんかね結局、あ、それもよく言われるんすよ、これなんて言うんだっけな、エヴァンジェリスト理論、はいはい、みたいな、 なんかあのちゃんとした用語じゃないんですけど、うん、SNS マーケティングの世界で多分よく言われるのが、自分のクラスターには確実に届くと、はい、
なんだけど、その外に持っていくにはなんとなく他のいろんなとこともつながっているインフルエンサーみたいな人が拡散してくれるのが大事で、その人を刺しに行くっていう戦略もありました。あーでもありそうありそう。僕ね、ブロガー界隈にいた頃にはこういう傾向のツイートをするとケンスーさんがリツイートしてくれるとか狙いに行くパターンがね結構方法論としてありましたね。そうですよね。計算社会科学でしたっけ、そういうバズとか拡散のメカニズムっていうのを、うん、アカデミアでやってますよね。理論化してるモデルとかが、まあ、それこそ江崎先生とかね、はいはい、ご専門と多分近いと思いますけど、コンピューター学ラジオでね、やっぱりゲストに出てくれたね。そうそうそう、あのコロナデマに関する投稿とかって、うん、実は非常に多くのフォロワーを抱えてる、そのワクチンコロナデマの拡散者が、なんかね、多分10人とかそれぐらいしかいないの。はいはいはい。で、そこに拡散されると一気に広がるっていう構造になっていて、そこから拾い上げられないと伸びないみたいな感じになっているっぽくて。うんうん、わずかなハブの人たちが、すべての電波を担ってる。っていう、なんかデマとかもそういう形で拡散しているっていう話を聞いたことがあったので、ね、だから、うん、僕だからね、一個狙ってるのは、堀本さんのやつにあなくて僕のにあるのは、うん、あのビジネス層を指しに行ってるんですよね。あー、その本当だ、論理的、ね、合理的っていう言葉がよく出てくるから、ビジネスマンの中で、うん、ビジネスパーソンこそ読んでほしいとかにすべきなのか。ああ、いいかもいいかも、それね、刺さる気するね。そうだね、だからそうだね、うん、そういうまずペルソナをはっきりさせて、うん、そこを指しに行くツイートにちょっと作り変えつつ具体性を増すっていうツイートをしてもいいかもしれないですね。っていうのはだから俺、堀本さんのも今僕アドバイスだけもらっちゃったから、なんかもうちょっと遂行できないかどうかちょっと考えてコメントしてもいいですか。教えてください。最初の、うん、この正直に金額を見せた場合よりも最終確認の画面でいきなり上乗せした場合の方が売り上げが 21% も増えるは、ちょっと負荷かかるなと思いました。いや俺もそう思う。そうなんだよ、今読み返してて俺も確かにこれ負荷かかるなって思ったわ。なんか文字数減らしたいね、ここなるべく。そう、僕バズツイートの特徴って、うん、酒飲んでても分かる。分かる分かる。あ、そうそう、そんな感じする。で、これ、酒飲んでたら辛い。ちょっと難しいね。で、確かに。せっかく、この画像が、ちゃんと雄弁にいろいろ説明してるんだから、もっと砕いてあげた方がいいんじゃない？そうね。もっと噛み砕いた方がいい気がするけどな。確かに、これなんとかできるような。例えばさ、だからさ、うん、正直に金額を見せない方が売り上げが 21% も増えるとか。おい、天才じゃねえか、お前。そうだわ。それだ。それでよくない？最終画面でいきなり上乗せしたとかいらなくない？え？あ、それだ、今書き換えよう。それだそれだ、おい、その通りじゃん。正直に売り上げを見せない方が売り上げ金額を見せない方が、うん、そうするとさ、なんでってなるじゃん。本当だ。だから何と比較してんのとかなるから。そうだね、そっちの方が気になる。これいいわ。しこれでちょっと字数も少し余りが出たわけでね、さっきよりも。そうだね。なんかもっと遂行していい？うん、こっちの方がコンパクトだね、圧倒的にいいね。ね、あともう一個思ったのは、この後から知らされるよりも後から発覚するのがいいな。知らされるってニュートラルだけど、発覚するってなんか悪いことっぽいじゃん。あ、さすが、なんか水野さん編集者っぽい視点だね、うん、確かに。僧侶がバカ高いのにの後から気づくとかが、後から発覚するクソ体験とかの方が、そうだね、あの読みやすいかな。温かいのが後から発覚するクソ体験。言葉強いな。いいね。そう、このクソ体験ポイントなんですよ。そうですね。こういうこと言う。うんうんうん、あとバカも来てるしね、その前に。そうだね。バカ高い。そう、あとはツイートの視点がちょっと分かんなくて、その合理的な経営者、あれをやっちゃう運命なんですっていうのを言ってる人がどっちなのかにもよるなと思って、なんか例えば堀本さんがその合理的な経営者っていうのをこうやりたいんだったら、はいはい、むしろ擁護した方が。はいはいはい、あの腹立つ人は増えそうですよね。いや、これはね、あれなんですよ、みんなの視点の方がバズるから。あ、そうなんだね。俺これやっちゃうぜっていうスタンスにはしたくなくて、はいはい、だからあれか、捏造するかエピソードを。だからあの信じられない、何々使ったら送料が後から15万取られたんだけどみたいな、はいはい、なんか3000円のチョコ買ったら送料15万取られたんだけど、これって詐欺じゃないってぶち切れてるやつ。詐欺だよ。これやツイートしたらバズるね。バズるんだけど原型なくなったな。原型がねえ。そうそうそう、信じられないじゃないよ。ないからな、信じられねえよそれは。うん、あ、確かにちょっと難しいねこれ。いや、あのね、被害者感出したいんですよ僕は。被害者感出したいんだったらさ、悲しいことに運命なんですじゃなくない？そうね、なんかじゃなくて、この本を読んでその世の仕組みに嫌な、そのなんていうの、隠されていたそういう世の仕組みに気づいて愕然としましたとかの、はいはい、あるね、あるね、そのパターンもあるね。方があるある。なんかさ、合理的な経営者あれやっちゃう運命なんですってさ、感情の動きあんまないんだよな。そうだね、確かに。いや俺さ、やっぱちょい過言をつけたいなっていう気持ちでこれ書いたけど、はいはい、言われたら確かに強い被害者意識を誘発するとかないね。そうだから、感情を動かすんだったらもっと
そうだね、悲しいことにとかじゃなくて、これニュートラルだから、あれじゃない、このクソ体験から我々は一生逃れないのですみたいな。なんでだよ、なんでだよ。そんなことないだろ。なんかそういうの、そういうの、なんかその被害者としての悲しみみたいなものをジャッキするパターン、僕らは一生この罠にかかり続けるんですみたいな。あ、はい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 、そういうパターンもあるよね。そうだね、それもあるよね、それもあるよね、そういう突き放しちゃうっていうね。うん、そうだね、うん、合理的な経営者あれやっちゃう運命なんです以上のものがある気がするんだよな。そうだ ね、 ね、なんかそう言われたらそんな気もしてきた、ね、なんかこういう一言頭に入れるとかダメですか。世には広めたくないデータです。あるある、おいセンスあるぞあんた。バズ道のセンスあるぞ。バズ道バズ道言ってるよそれ。よりぼったくった方がとか。あ、強い言葉選ぶね。そういうことだね。でもね、うん、こっちの方が分かりやすくない。正直値段を見せる、見せない方がよりも、正直値段を見せるよりぼったくった方が売り上げは 20% も増えるらしい、あーいいかも、ぼったくった方がいいね。そう、詐欺じゃんこれ。いいね。で、経営者に対しての怒りの矛先もこの合理的な判断って言葉で向くから、あ、成立してるんじゃない。あれ、みぞさんインターネット芸人。あれ、ようこそこちらの世界へ。入れないで入れないで。あれ、仲間じゃん、勤め人、カタギです僕。ただあの、はい、大の大人2人がどうやったらバズるかなって大丈夫かな、リスナーの見え方。なんか情けない、さすがに好感度下がるかな。これはもう情けない人たちだなって思われてる可能性があります、ね、あとそれ以降あのなんか、うん、普通に本の回数をつぶれただけでバズろうとしてるとか言われそうで怖いんですよね。お、今回もまた感情の動きを作ろうとしてますか。はずやだあ、やだやだな、それ言われたらやだな、やだなやだな。ちょっと待って、もう一度だけ遂行していい？どんだけやり込みたいんだよこれ。自分のやつ遂行してるって話だけどね。本当だよ。うん、自分の考えたん腹立つな。腹立つ、これこれ腹立つ、腹立つ、すごいよ。どこに怒ればいいかのディレクションまですごいしっかりしてるから。社会に対する怒りがね、社会とか経営者ちゃんと出てくるね。そうだね、詐欺してくる経営者に対する怒りの動線がこの上なく経営に舗装されてるから、ね、おい、ふざけるな、合理的な判断であの高い送料払わせるな俺たちにって思わせるよね、ちゃんとね。いい設計、いい設計。思ったんだけど、うん、あと画像さ、この書籍の切り抜きじゃなくて、うん、Amazon の単価1円送料9999円のスクショじゃない？どちらかっていうと、あ、画像、本の画像じゃなくない？おいおいおい、あんたやるね。それやり始めたらもうだいぶ終わり感あるけど。それだってさ、本の紹介ツイート出してんのに、Amazon からさ。もうアマゾンという仮想敵を作って戦いに行っちゃってるじゃん。そうかそうか。いや、なんかアマゾンじゃなくてもいいんだけど、いわゆるこのダークパターンの典型例的な画像があると、それに対して、それが合理的な判断だって言ってるのに対してさ、例えばさ、うん、詐欺を容認するな的な、そうだねっていうよりそうツッコミがありそう、まあ、あとその分かりやすいですよね、明らかに、うんうん、か単価がいくらでなのに手数料がこれぐらい取られてるみたいな、そうだね、サンプル画像があると、なんかそれ別にモノ本じゃなくてもイメージ画像でもいいから、あ、なんか、え、あ、頭よ、それだ、それがあったらバズる。いや、それ Amazon 貼るとかはさ、いや敵作りすぎやろって思ったけどさ、うん、そうだ、だから Amazon っぽい画像を作って、そうそうそう、自作して Amazon っぽいとか、その通販通販とか、ね、なんかそのネットのサービス作って、そうだわ、送料鬼のように高いやつが最終確認画面に急に出てきたっていう、作ってもらって、それだ、それでつぶやくと、まあ、それはさ、ほら、あの雑誌とかでもさ、イメージ写真を使うのと同じだから、はいはいはい、別にそれどこにも問題はないし、あ、頭よ、それだ、実際にこれはその広まったらいいことでもあるわけじゃないですか、このダークパターンの本を読んだら、うん、あのそういう詐欺が減るみたいなこともあるわけで、これ何も考えずにハイライト写真でじっくり読ませるのは2個目のツイートでいいんじゃないか。頭いいな。1個目はドーンって見せて、でなんかソースはって言ってくる人がいると思うから、そうだね、それをそれ連続で2個目でハイライト画像を載せる方が分かりやすい気がするな。いや、なんかね、そうなのよ、俺も実はこの Kindle のスクショ撮ってる時に思ったんだよね。もじもじしてるよね、ちょっとね。そう、あのね、この本当は図が入ってて、はい、そのトータルペイメントがめちゃくちゃ高くなっちゃったっていう図が本の中に入ってるんだけど、これ小さい上に英語だから、はい、そうだね、よくわかんないのよ、これもったいないな、損してるなとは思いながら俺も切り抜いてたから、これそうだ、正解は日本語のいい典型的なやべえ送料を画像で作って置いとくだ、これ。そうですね、それだわ。よくできるポイントはありそうだし、ありそうだね、それやったらさすがにバズるんじゃないのかなって気がしますけどね。バズらせたいですね、せっかく考えたから。うーん、いや、僕もちょっとどこまで自分の力でツイートの良さを上げられるかっていうところですけど、まあ、あんだけアドバイスもらったんで、もうちょっとね、良くしたいっすね、うん、ツイートの遂行とかをしていたら、うん、ちょっと予想外に話が長引いてしまったので、うん、
今回ちょっとここで一旦やめにして、そうですね、次回はですね、ツイートをして、その結果発表までを、お見せするという形に実際どうなったかなっていうことですね、はい、したいと思いますので、まあ、ちょっとだからツイートした後の振り返り、話しながら勝敗っていうのも楽しみにしていただければと思います。はい、いや、あのね、俺久しぶりにこのインターネット芸人話がいっぱいできて、はいはい、ウェブマーケティングの話死ぬほどやったから昔、その話ができて楽しいですね、僕も新鮮な気持ちでそれを聞きつつ堀本さんに対して編集者仕草をね、そう、これね、いい、やっぱ雑誌やってる人ってその視点あるんだなって驚きがあって、感動しましたね。そうなんですよ、あのね、ニュートラルな動詞とかじゃなくてやっぱね、視点がまた動詞ですからやっぱりやっぱね、ぼったくられるとか言った方がいいですね。インターネット芸人やん、じゃあ、じゃあ一緒じゃん、やってること。違いますよ。なんかさっきのその動詞をね、こだわるっていうのは、僕の今作ったアニメも今また新しく気になる部分やっぱ出てきて、あ、はいはいはい、値段正直に見せるよりってあるけど、やっぱね、見せるとかよりもね、言っちゃうとかの方がいいですね、やっぱ例えば。そういうところなんですよね。それは過失だよと、正直に値段言っちゃってるよと。っていうような補助動詞とかでやっぱり、ね、差を見せるっていうね、やっぱちゃんと、ここをこだわらないといけない。あれ、邪悪さがだんだん追い抜いてきました、水野さん、僕より。すごいね、だいぶまくってましたね。そういうわけじゃないんですけど、でもまあそういう、あの今今回はかなり悪い使い方をしましたけど、普段はなんか読者の方が、まあ、それこそじゃあお酒飲んで、経済系の入門記事みたいなの読んでも読めるように凝るみたいなことはしてるので、なるほどね、まあ、それを応用するとこういうことになってしまうという、ね、いいノウハウでしたね。面白いこれ、はい、まあ、そんなわけで今日は我々のちょっと職業人っぽい部分がちょっと季節してみた、季節しちゃった違うんだもっと、確かになんか社会伝となるようなものに使わなきゃいけないんだよ。よし、結果水野さんの好感度も下がった。よし同じところまで引きずり下ろしてやった。いや最悪や。なんか俺どんどんインターネット芸人化してる気がする。いやいや、これでもうあなたにも帯の依頼来ないですね。もう来ない。そうだよね。よし、決まりです。帯に書いた動詞とかみんなが見てさ、あ、また感情煽りに来てるな。うわ、まあ、いい回になったと思いますんで、ちょっと公開取りやめですね。ダメです、ダメです。バッチリ公開させていただきますんで、ちょっとね、皆さんも見て感想いろいろあると思いますんで、思ったこと素直に書いていただければと思いますし、はい、引き続きチャンネル登録高評価などもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします、はい、以上、今回もお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は、なぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。いや全然わかんないですけど、その答えがわかるのがこの本です。面白そうですね。概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。